戦後日本の疲弊を救う道は産業の振興と産業人の育成にある。1949年前理事長学長の中山義隆は熊本市九品寺でおよそ10坪のバラック校舎に生徒4人という小さな私塾電気電波学校を創立。開学当初からの充実したカリキュラムと実技を通した実践教育は多くの若者を引きつけ、年々規模も拡大していった。現在では語学部10学科と3つの大学院を有する理工系の総合大学として数多くの学生たちがキャンパスで学んでいる。さらに2003年に理事長学長に就任した中山峰夫が学生に力をつける創上独自のプログラムを次々に発足させた。私はこれからの社会に必要な人材はグローバルに活躍し問題解決能力を身につけた若者だと常々思っています。それをいかに実現するか考えた結果、実践教育を通して一人一人の学生のポテンシャルを目覚めさせるプログラムが最も大切だと考え、時代を先取りする取り組みを始めました。2010年、英語学習施設シルク創上インターナショナルラーニングセンターを設置。優秀な講師を世界中からリクルートし、現在英語ネイティブ教員が学生一人一人をサポート。クリスマス、ハロウィンなどのさまざまなイベントで英語に親しみながら実践で役立つ英語を学んでいる。そして卒業までに一度は海外に飛び出し世界を体感してもらうべく創設した創上大学基金から費用面をサポート。海外留学を推進強化した結果、毎年留学生が増え続けている。2014年、創上大学企業部創上ベンチャーズ設立。企業マインドを育成するため1年生からベンチャー企業論を開講。400名が受講する人気の講義となっている。さらに企業の腕を磨きたい学生は企業部に入ることで国内トップクラスのメンターから指導を受け、各地のビジネスプランコンテストで優勝や入賞の実績を残している。2014年、SCB ソーシャルコミュニティブランド放送局をキャンパス内に開局。2015年には熊本市街地に新市街スタジオをオープン。行政、市町村、企業、マスコミなどと連携して地域活性化や産業振興のために活動している。2016年、創上大学ものづくり創造センタースミック創上ユニバーシティものづくりイノベーションセンターを設置。学生たちのものづくりへの情熱と仲間とのチームワークでものづくりに没頭できる場となっている。また国内の大学で唯一の空港キャンパスは実学主義の象徴となっている。エアラインパイロットや航空整備士を目指す若者が全国から集い、日々切磋琢磨している。このようなさまざまなプログラムにより学生のポテンシャルを引き出すきっかけとなっている。その結果、2016年度は開学以来初めて
全学科就職率 100% を達成。志願者はこの数年九州トップクラスの伸び率となり、熊本の私立大学では1位となった。2016年4月14日16日に最大震度7の熊本地震が発生。学生や教職員は幸い無事であった。しかし直後は授業再開のめどが立たず、大学は実験設備、校舎、備品など散乱した状態で復旧作業に追われた。5月9日の授業再開まで学生は何をして何を考えて過ごしていたのか、その時は知るすべもなかった。昨年4月熊本を大きな地震が襲いました。実は本学の学生がいろんなところでボランティア活動をやってくれました。でそれを知ったのは避難所になっております学校の校長先生から手紙が届きました。学生諸君が本当に一生懸命頑張っているという内容でありました。私はその手紙の内容を見て本当に心が熱くなり、涙が出たことを今も思い出します。5月9日に授業を再開することにいたしました。みんな震災で疲れ切って肩を落として登校してくれるんではないかなというふうに思っておりましたが、登校してきた学生はみんな明るくて元気でよく挨拶をしてくれました。彼らにとっては今回の震災というのは悲惨な出来事だったというふうに思いますけれども、長い人生で見た時には彼らにとって本当にいい経験になったんではないかなというふうに思っております。小さな木から始まった崇城大学は、皆様に見守られながら年輪を重ね続けて50年。崇城大学は学生そして地域の皆様と共に輝く未来への年輪を重ね続けます。